SG 第38回グランプリシリーズ戦2日目の1レースを勝ちました西村拓也選手です。お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。もうここは負けられない陰線でしたよね。緊張してました。はい、部品交換の成果はどうでしたか。いいとこと悪いところがちょっとはっきりしてますね。はい、そうですか。それではレースを振り返ります。進入は枠成3対3西村選手はインコース。さあスタートの方はいかがでしたか。ちょっと一瞬様子見たんですがそこからはもうほぼほぼ伏せ込んでいけました。この後のスリット付近の船足というのは今節どうですか。今はいい方やと思います。はい、そして1マークなんですけどご覧になっていかがでしょうか。ちょっと回ってからの進み具合が課題ですね。はい、もうちょっとへさき届かれてるので、はいはい、あの初日からやはり課題の部分っていうのはどんなところだったんですか。コーナーの方がちょっと課題ですね今のところ。はい、あのじゃあ直線の部分の方は今の感じだと大丈夫そうです。はい、じゃあ部品交換でいいところと悪いところが出たとおっしゃってましたが、はい、はい、改めてどんな評価にはなりますか。ちょっとまだまだですね。はい、あの安心してレースできない感じなんですけど。じゃあ道中もそんな感じなんですねコーナーは。なんか安心感はないですね。はい、じゃあ今日はこれで終了となるんですが今後調整も含めてどんなことを考えてますか。ちょっともう一回考えます。わかりました。はい、もう忙しくピットでもされてますがもう待望の一着ですね。はい、はい、レースは続きます。それではファンの皆さんにメッセージお願いします。明日からも頑張ります。応援よろしくお願いします。明日も頑張ってください。はい、ありがとうございました。2レースを勝ちました岡崎康弘選手です。お疲れ様でした。はい、待望の一着いいレースになりましたか。あ、はい、はい、結果が出た1日、レースになりました。それではレースを振り返ります。進入は枠成3対3岡崎選手はインコースからいいスタートはいけたんでしょうか。そうですね、あの天井遅れて向かい風も吹いたんで、はいはい、思いっきり行けました。あの2走目のスタートになりますが今回スリット付近の船足っていうのはどうですか。まあ普通ですかね。ちょっと2番3番の方がやっぱりいいです。比較するとという感じなんですね。はい、それでも1マーク先に回ります。このターンの感じそしてその先の雰囲気というのはどう捉えてますか。ちょっと合ってないですかね。はい、あの昨日走った時も合ってないなという印象はあったんですか。はい、じゃあ合ってないながらではありますけども船足っていうと素性はどんな感じと捉えてますか。普通な感じですか。はい、じゃあ今後の調整というところではどんなところを求めていきたいんでしょうか。まあ、乗りやすくしたいですね。はい、あの墨の上は1年半ぶりとなりますけれどもやっぱり印象としてはどうですか。特にないですけど、はい、後半はですね7レース4号艇で登場となります。はい、それでは後半に向けてファンの皆さんにメッセージお願いします。はい、頑張ります。後半も頑張ってください。ありがとうございました。はい、3レースを勝ちました宮地元樹選手です。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ここは勝ちました。まあ、一応ですね、はいはい、もうなんとかという思いもあったと思いますが調整の方どうですか。はい、課題だらけですね。課題だらけ。はい、それではレースを振り返ります。進入は 1,2,3,6 ダッシュ4号宮地選手はインコース。昨日今日とスタートの方どうなんですか。届いてないですね。届いてない。それはタイミングではなくやはり船足の問題ですか。でしょうね。張った、張りすぎ、張りすぎ。いやそんなことないと思うな。すみません。冷静に1マークご覧になってますけど、まあ張ったやろって言われたんですけどちょっと申し訳ない。あのターンの感じってのはどうなんですか。進んでないですね本当に。まあ、一幕あの頑張って、はい、あの風も吹いてたんで、行けるだけ奥まで行って向かして、はい、でどうにか逃げれたんですけど、じゃあ進んでない分やっぱり藤原選手にまくられたっていう部分もあったんですか。夏かな。バックだいぶ、はい、伸びられて、でもだいぶ警戒しながら、はい、じゃあ道中走っててもやはり課題を感じながらだったんですか。そうですね。はい、じゃあ改めて船足の評価っていうとどうなりますか。全体に三角に近いぐらいの、はい、三角に近い丸じゃなくて×の方ですか。そうですね。昨日、はい、リング交換もあったんですけどその辺も変化もなく、はい、まあそうですね。リングはまあちょびっと良くなればぐらいのことしかやってないんで、はいはい、もうプロペラが全然合ってないしまだ合わせきれてない。はい、今後はどう考えますか。
まあ、だいぶペラ叩いて、はい、うん、全部丸ぐらいになってくれればとは思ってるんですけど、はい、はい、後半は8レース2号艇で登場となります。まあ、連覇にかけてもちろん意気込みもあると思いますので、はい、ファンの皆さんにメッセージをお願いします。ちょっとね、あのいい技が発揮できる状態にありませんので、しっかり固く走りたいと思います。はい、頑張ります。後半も頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございました。はい、4レースを勝ちました辻栄三選手です。お疲れ様でした。ありがとうございます。インから勝ちました。はい、ありがとうございます。はい、白星が上がりましたのでレースを振り返っていきましょう。進入は枠なり3対3、辻選手はインコースから。マスターとは気を使うところだと思うんですが、昨日今日とどうでしょうか。そうですね、昨日なんか思ったより届かなかったんで、はい、今日はまあ思い切っていこうと思いました。はい、はい、じゃあいいスタートはいけたんでしょうか、このレースに関しては。そうですね、はい、全速でいいスタートいけたと思います。スリット付近の船足なんかはどうなんですか。悪くないと思います。はい、そして1マークこのターンご覧になっていかがでしょうか。ちょっと合ってないかなと思います。はい、あの昨日と今日の変化というところではどうなんでしょう。今日はちょっと回転がね合ってなかったんで、はいはい、もうちょっと伸びしろですね。あ、でも合えばその先の船足ってのはどうなんでしょうね。まだ合ってないんで分かんないです。あのただ今言えることとして 船足っていうのはどんな感じなんですか。まあ、全体的に普通かなって感じです。何かあの求めていきたい部分だったり調整の方向性だったりっていうのはどう考えてますか。そうですね、やっぱりちょっとなんかいいところを出したいですね。はい、あとピット離れの方はどうでしたか。ピット離れははい、スタテンでちょっと横当たったんで、はいはい、本番は当たらないようにって思っていったら、はい、ちょっと早く出ちゃいました。じゃあその合わせる調整というところにはなりますか、後半に向けても。そうですね、ピット離れを含めてね。10レース4号艇で登場となりますので、それでは後半に向けてファンの皆さんにメッセージお願いします。はい、後半も頑張ります。お願いします。後半も頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。5レースを勝ちました西山貴弘選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。インから勝利を収めました。いや本当緊張で肌色がちょっと顔の、ね、色が悪くなりましたけど、よかったです、見れて。だってあのレース前はなんか不安そうな表情してましたもんね。そうですね、ちょっと顔色に出てしまいましたけど、よかったです。いや結果が出てくれました。はい、それではレースを振り返っていきましょう。はい、進入は枠なり3対3、西山選手はインコースから、もう渾身のスタートいけたんでしょうか。そうですね、良かったです。この辺りのスリットって昨日今日とどうですか。いやいや今日はちょっと調整難しいですけど、はい、暖かくなったんで、でも良かったです。昨日と今日だとどんな変化があったんですか。いや昨日乗りづらかったですけど、はい、今日はいろいろやって少し乗れるようになりました。ちょっと2番の関選手を警戒しているようなコメントも出てる。すごかった。はい、でもここは押し切りましたもんね。そうですね。じゃあ今の船足としては、これ中堅はあると思います。はい、はい、あと乗り心地だけ言ったらペースが上がらないんでね、抜かれそうになりよったんですけど元さんに。はい、よかったです。じゃあ今後ちょっと良くしていきたいというか、まあ、その乗り心地、そうですね、乗り心地とペースが上がるようにしたいです。はい、はい、もうインタビュー中もちょっと周りの目を気にしてらっしゃいますね。いやいや、もう本当に真面目にやってるんで、はい、グランプリの舞台、はい、やっぱここにかけるね。いや、グランプリに戻りたいです。あ、はい、そうですか。来年頑張ります。はい、というわけで今日はこれで残念ながら終了となりました。はい、今節また来てくれますかね。そうですね、来たいですね。はい、それではですね、明日以降に向けて全国のファンの皆さんにメッセージお願いします。実機賞明日も頑張ってください。真面目に生きてます。ありがとうございました。6レースを勝ちました吉川元博選手です。お疲れ様でした。はい、白星が上がりました。残念入りなプロペラ調整が続いているようですが、どうですか。はい、苦労してます。はい、それではレースを振り返ります。進入は枠なり3対3、吉川選手はインコースから。はい、さてこのスタートはどうだったんでしょうか。風がまあ、ほとんどないんですけど、向かいになったり追いになったりしているので、ちょっとまあ気をつけながら行きましたけどね。はい、微妙な強弱があるんですね。はい、ただここ3走のそのスタート勘というところではどういう評価になりますか。まあ、あまり速いのは行けてないですけど、まあ、全速では行けているので、はいはい、まずまずかなと思ってます。一マーク先に回りますが、はい、この辺りはどうだったんでしょうか。スリットからの足は結構良くなってきてると思いますね。はい、はい、ちょっと乗り心地がまだ道中ももう少しかなと思ってます。はい、はい、じゃあそのスリットからの船足と出足あたりも問題ない感じなんですか。はい、しっかり
かかってくれればいいと思うんですけど、はい、少しまだ乗りづらさがあるので、はいはい、じゃあもうちょっとという雰囲気なんですかね。そうですね、プロペラちょっとなかなか苦労しているので、はい、うん、毎日、はい、頑張ってます。はい、それでもここまでさすがの安定した活躍を見せてくれておりますが、はい、はい、じゃあ今日はこれで終了となりましたが、じゃあ明日以降もそのプロペラ調整というか、エンジンはしっかりしてそうなので、はいはい、プロペラをしっかり合わせたいと思います。わかりました。それでは明日に向けてファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、明日からも頑張ります。ご声援よろしくお願いします。明日も頑張ってください、はい、ありがとうございました。7レースを勝ちました前田翔太選手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。トップ争いを制しました、はい、手応えはどうでしたか。まあ、なんか前半からちょっと直線良さげな気がしてたんで、はい、自信持っていきました、はい、結果を出してくれました。それではレースを振り返っていきましょう。進入は枠成3対3前田選手は2コースから、はい、前半06いってましたが、ここはスローからどうでしたか。これもいいスタートいけました。重成さん掘ってくれるんじゃないかなと思いながら、はい、そのまま行かれたんであれそんな遅いはずないぞと思いながら、ええ、はい、その辺のスリット足はどんな評価になりますか。なんかちょっと伸びは良さそうな気はしてます。うん、そしてここですよね、刺してからのこの3手を、まあ、ここはまあ捕まえてるなっていう感覚であったんで、はい、内側だけ来られないように。うん、じゃあこの2マークも問題はなかったですか。そうですね、ちょっと出口流れすぎたんで、まあ、その辺ですね、はい、あの前半レースそしてこのレースもね、展示タイムはいいタイムだったんですけど、じゃあやっぱり直線の部分が特徴はあるんでしょうか。まあ、すごい出ていく感じではないですけど、はい、あの余裕があるかなとは思ってます。昨日と今日でコンディションも変わってるようなんですが、変化というのはありましたか。まあ、あの昨日はちょっとレースに参加してない感じで終わったんで、はい、まあ、足的には直線は悪くないなと思って昨日も行ってたんで、はい、まあ、今日はでもちょっと叩いて行きましたけど、うん、はい、じゃあの出足とか回り足そのあたりも問題なさそうですか。まあ、今の感じだったら悪くなさそうですね、うん、はい、でも明日気象条件だいぶ変わりそうなんで、はい、またしっかり調整します。なんかぐっと冷え込むみたいですもんね。そうですね、なんで、うん、はい、困りますじゃあ明日以降というところも気温と、まあ、そのコンディションに合わせながらというような感じにはなりそうですか。そうですね、もうやっていくしかないんですけど、まあ、乗ってあんま分かる方じゃないんで試運転で、そんなことない、うん、まあ、でもこのままじゃあ、まあ、明日にならないと分からないんですけどね、はい、じゃあね、それこそ明日に向けてという感じになりますけれども、それではファンの皆さんにメッセージお願いします。はい、昨日は申し訳なかったので、またこれから挽回できるように精一杯頑張ります。応援してください。明日も頑張ってください、はい、ありがとうございました。8レースを勝ちました石渡哲平選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。今日はこの1走だったんですけども、はい、いい調整はできましたか。そうですね、はい、いい調整できたと思います、はい、それではレースを振り返っていきます。本番レースは枠なり3対3石渡選手は変わらずインコースでした。さてちょっと風向きも微妙のようですが。そうですね、はい、ちょっと追い風強くなったかなと思って、はい、ちょっとビビったんですけどね、はいはい、スタートの方はじゃあそんな中では早くないとは思うんですけど、うん、そうなんですね、はい、その辺のスリットの船足というのは問題なさそうですか。変わらずそうですね、スリットから先今すごく良かったように思えたんですけど、はい、はい、そして1マーク回って映像をご覧になってどうですか。そう悪くなさそうですけどね、はい、うん、昨日勝った時にもね、うん、あのセカンドサードと押してたような雰囲気があったと言ってました、はいはい、あのコンディションちょっと変わって今日はどうでしたか。変わらずでしたか。そうですね、ちょっと乗り心地がまだしっくりきてないのがあって、あ、はい、もうちょっとうまくやればもうちょっと出るのかなみたいな感触はあるんですけど。部品交換もあったんですが、はい、そのあたりの意図というのはどんなところだったんですか。それはあの3節前にあの新しいリング入ってて、はい、それを点検して、うん、もう一回新品入れ直しただけです、はい、あ、そうなんですね、はい、あのただプロペラは、ね、近いところまで来てたってお話されていたので、じゃあ調整としてはいい方向には来てるんでしょうか。いい方向には行ったと思うんですけど、はい、じゃああとちょっとその乗り味という部分が、うん、走行だけですね、はい、そこだけ。じゃあ船足としては雰囲気は良さそうですもんね、はいはい、さあ今日はこれで終了となりましたので、それでは明日に向けてファンの皆さんにメッセージお願いします、はい、あの最終日まで思い切っていくんで勝ってみてください。明日も頑張ってください。ありがとうございました。
9レースを勝ちました篠崎元志選手です。お疲れ様でした。ありがとうございます。待望の1着になりましたけども、いいレースになりましたか。はい、良かったです、はい、それではレースを振り返ります。進入は枠なり3対3。篠崎選手はインコース、水面落ち着いているように見えましたが、微妙な風っていうのは吹いてたんですか。まあ、ほぼ無風になってくれてましたね、はいはい、スタートはどうだったんでしょうか。まあ、85でちょっと早いかなと思って、はい、少しだけ保険かけていったんですけど、はい、この辺のスリット足というのは問題はなさそうですか。そうですね、船足自体はまずまずいってる感じはあります、はい、あのもらった時からそんな気配はあったんですか。まあそうですね、まあそんなに特別良くはなかったですけど、はい、まあまあ悪くないなと思いました、はい、じゃあもう1マークも2マークもしっかりターンもできて。そうですね、スリットからちょっと坪井さんは見えてきてたんですけど、はい、まあ、水面が良かったのでしっかり落ち着いて回りました、ね、直線なんかはいかがですか。直線だけは本当にまずまずかなって思ってます。あとはこの皆さん隅の上の乗り心地というか乗り味、その辺はどうでしょうか。ちょっとね、今節そこはしっかり来てないですね、はい、じゃあ今後に向けてというと船足的には問題なさそうで、はい、あとじゃあ乗り味。そうですね、まあ、本当に隅の上のいい時に比べるとかなり、はい、合ってないというか乗りづらさはあります、はい、じゃあそこだけですか。そうですね、はいはい、じゃあ明日に向けてはプロペラ調整にはなりそうですか。まあ、もうちょっとプロペラをしっかり煮詰めてやっていきたいなと思います。わ、はい、かりました。それではですね、明日に向けてファンの皆さんにメッセージお願いします。はい、明日からもいいレース見せるように頑張ります。明日も頑張ってください。ありがとうございました。10レースを勝ちました井口吉則選手です。お疲れ様でした。水面の風のコンディションはいかがでしたか。まあ、浮かせちょっと吹いてたんで、はい、スタートを慎重に行きました、はいはい、慎重にスタート行ったということでインカラ押し切りました。それではレースを振り返ります。進入はですね、枠なり3対3、井口選手はインコース。さあ、インカラのスタート今日はどうだったでしょうか。まあ、自分なりのスタートはきっちりいけたのかなと思ってます。昨日勝った時もスリット足はいいっておっしゃってましたもんね。そうですね、悪くないですね、はい、じゃあ今日も変わらず、はい、そして1マークです。まあ、シナ君の攻めを、まあ、封じれたのかなと思って、まあ、良かったと思います。まくらせずという雰囲気でしたけれども、はい、体感としてはこの1マークどうでしたか。船足関しはもうだいぶいいゾーンまで、来ていると思うので、はい、まあ、あとは自分次第と思ってます、うん。昨日前半勝った後は思うところもあってプロペラを叩くというお話でした、はい、叩かれての変化というのは何か感じられましたか。そうですね、10レース1回やったんで、まあ、じっくりプロペラを叩かせてもらって、はい、そこら辺は少しは改善されたと思うので、はい、もう一段階上目指してプロペラ調整やっていきたいと思います、うん。じゃあ3走終えてみての具体的な船足っていうと評価はどんなところになりますか。まあ、伸び寄りの出足も悪くなくて、総合的にいいレベルには達してます。確かに展示タイムも良かったですもんね。そうですね、はい、はい。あとはこの隅の上の体感というその乗り味の部分はどうでしょうか。久しく乗りにくくないので、はい、いいレースはお見せできるのかなと思います。まあ、昨日はちょっとね、鈍さも出てきたっておっしゃってたんですけど、そのあたりも解消はされた感じですか。そうですね、問題ないです。さあ、今日はこれで終了となりまして、じゃあ明日以降に向けて、まあ、気温もぐっと下がるみたいなんですけど。まあ、そうですね、はい、まあ、一からプロペラ、はい、調整しながらレースに臨みます、うん。はい、じゃあ船足的にはいいレベルに気持ちも来てるわけですね。レースの感覚の方も大丈夫そうですか。もうだいぶ戻ってきました。あ、そうですか、はい。それではですね、明日に向けてファンの皆さんにメッセージお願いします。はい、明日も起きてきます。お願いします。明日も頑張ってください。ありがとうございました。SG 第38回グランプリ11レーストライアルファーストを勝ちました山口剛選手です。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。まずはじめに昨日は、1周1マークで転覆して、船券を1マークでパーにしてしまったんですいませんでした。はい、体の方は大丈夫でしょうか。大丈夫です。もう一番悔しい思いしているのは山口選手ですもんね。はい、はい、しかしここは人気に応えての逃げとなりました、はい。それではレースを振り返ります。進入は枠なり3対3、山口選手はインコース、ちょっと静かな水面だったんですが、スタートの方はいかがでしたか。やっぱちょっと足落ちしてるんで、はい、本番の行き足悪かったですね。もう遅れたと思って、はい、時計見ずに行きました、はいはい。じゃあその変化っていうのもレース前からは感じてられてたんですね。そうですね、正直相当足落ちしました、はい。
まあ、スリットからのこの1マーク、もちろん先に回ればという思いもあったと思いますが、そうですね、やっぱちょっと下がってる分、まあ、平本君が、まあ、付け前に早めに来てるのもちょっと対応できたので、はい、まあ、その分外があのガードされてたんで逃げれたんですけど、うん、やっぱその付け前に2コースが行きたくなるような、うん、ちょっと下がり気味の足をしてるっていうことだと思いますね、はいはい、あの道中乗ってての体感だったりっていうのも、そこだけはちょっと、まあ、エンジンの出力が落ちたんですけど、はい、まあ、そこに向けてプロペラ合わせたので、うん、まあ、正直ちょっとパンチはなくなったんですけど、乗り心地とか出足はあのしっかり1日かけて合わせていきました、はい、まあ、ただもうやれることはしっかりやったってことですよね。やっぱりね、あの昨日まさかの1号艇が残ってて、あのもう1回ちょっとチャンスをいただけたので、はい、まあ、ここで逃げないことにはっていう感じでした、はいはい、もうたくさんのファンの方も応援してらっしゃると思います、はいはい、今後明日に向けての調整というところも続くと思いますが、はい、どんなことを考えてますか。まああの人生あのうまくいかないことばかりなんですけど、まあそういった時に、まあ、なんとか一歩を踏み出していくっていうのが僕の人生のテーマでもあるんで、明日もあの全力で真剣勝負しますので、最後まで応援の方よろしくお願いします、はい、それでは全国のファンの皆さんのためにですね、改めてもう一言メッセージお願いします。はい、明日からはシリーズ戦に回りますが、まだ優勝戦に乗れるチャンスもありますし、優勝のチャンスもあると思っているので、最後まで真剣勝負します。応援の方よろしくお願いします。それではカメラサインの方もよろしくお願いします。はい、11レーストライアルファーストを勝ったのが山口剛選手、いろんな思いも話してくれました、うん、そうですよね、うん、まあ、確かにまだシリーズ戦の方が、ね、ありますからね、はい、得点的にはこれ取っておけば大きいですしね。そうです。 SG 第38回グランプリ12レーストライアルファーストを勝ちました中島康平選手です。お疲れ様でした。ありがとうございます。もうスタート展示からコース取りの駆け引きがありましたけども、はい、しっかりインクラ結果残してくれました。 ありがとうございます。今のお気持ちいかがですか。いや、はい、よかったです。はい、それではレースを振り返ってきます、進入は1、6、2、3、4、5変わらずインコースだったんですが、このあたりの腰も含めてどうでしたか。あ、ちょっと秒数間違えたんで、はい、はい、ちょっとドキドキしながら。いや、これ緊張のスリットですよね。そうですね、はい、うん、このあたりは、まあ、菊池選手も見えたかと思うんですが、どんな風にご覧になってましたか。あ、そうですね、あの伸び返してる感じもあって、まあ、はい、差しに変わったと思ったんで、はい、落として回りました。それでも中島選手回って菊池選手も迫ってくるんですけども、このあたりの船足はどうだったんですか。まあ、足自体は、はい、多分抜群にいいと思います、うん、はい、まあ、その伸び寄りの特徴を出足寄りにしていい調整ができたと言っていました、はい、今日もされていましたが、今日はどうでしたか。試運転させてもらって足合わせとか してもらったんですけど、はい、は全部いいと思います、うん、はい、このレース改めてご覧になって、やはりその力強さパワーっていうのは感じられますか。まあ、そうですね、あの深さから全然持ってるし、うん、回った後もいいので、はい、はい、いいと思います、はい、ただ今日の1号艇はもうあとは緊張感と気持ちとの戦いで乗り切りたいとおっしゃってました。そうですね、はい、はい、乗り切りましたもんね。まあ、もうちょっとスタートが全然なんですけど、まだはっきり分かってないんですけど、良かったです、はい、でもその辺のスリット足は悪くないんですもんね。まあ、足自体は、はい、十分いいので、はい、はい、手元の計算ではありますけれども、これでトライアルセカンドに進出することになりました。明日に向けてファンの皆さんにメッセージお願いします。はい、明日もしっかり走ります。それではカメラさんにお願いいたします。はい、12レースを逃げ切った中島康平選手、はい、簡単ではない1号艇でしたね。いや、本当にね、シビア